はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が患になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の動画の続きの、まあ、結果報告の動画なんですけどもね、もうめっちゃこう痛いのを歯食い縛ってね、診察に行ってきましたよ。っていうのもね、まあ、その4日ほど前からね、その座骨神経痛のような痛みが出だしてですね、まあ、僕の病気の関係ではね、その座骨神経痛ではなくてですね、まあ、帯状疱疹というね、その可能性があるんですよ。まあ、その帯状疱疹でもまあ人によってですけども、まあ、神経痛があります。ほんでね、その2日前からね、その左膝側面からね、裏側にかけてね、もう水ぶくれがプツプツプツってね、できてました。まあ、怖くなってね、さすがにもう病院に電話したんですよ。昨日の動画、その前か、おとついの動画撮ってからすぐに電話したんですよね。まあね、その、まあ、僕はその、もともとその病気のね、白血病の治療のためにね、骨髄移植っていうのをして、もうそれからもうすぐね、2年経つんですよ。で、その2年経つ頃合いにですね、その帯状疱疹っていうのがね、発症してしまう可能性があるんですけどね。まあでもね、その、もともと帯状疱疹のウイルスっていうのは、皆さんもう体の中にね、持ってるんですよ。もう皆さんもありますよ。あのね、子供の頃のになる、その水疱瘡とね、同じウイルスなんです。あの、帯状疱疹のウイルスってね。で、そのウイルスは体のね、神経節って神経ってあるでしょ？座骨神経、例えば座骨神経とかね、起立神経とかもあるんですけど、起立神経ってあるか多分あると思うんですけどね、体の神経っていう部分のね、ところにどっかに存在するんですよ、そのウイルスがね。まあ、普通の人やったら、その自己免疫力でね、抑えているので、発症はしないんですけども、まあ、年齢を重ねていったりとか、疲れが溜まっていったり、まあ、僕みたいにね、病気でね、それなりに薬を飲んでる人らのように、まあ、何らかの形で、こう、なんていうんですか、免疫力がね、こう低下してくるとですね、そのウイルスがこう、イエーイって元気になってしまって、神経痛を発動させてね、でさらに暴れ出してね、こう皮膚表面に水ぶくれとなってね、現れるんです。ほんで、今、昨日病院に行っていたでしょ、僕ね。で、ほんで、そのね、帯状疱疹かもしらんっていう症状をね、その僕の体で起こってますよっていうのを、その血液内科の受付でね、説明せなあきませんねんけどね、その腰や足がね、痛すぎてね、もう言葉が出てこなくてね、今日長いことかかってしまったんですわ。っていうか、まあね、その事前にね、電話でね、症状とか伝えてたのにもかかわらずですね、まあ、こんなにもね、腰が、足がね、痛い状態でですよ、もう一回こう、一から説明せなあきませんのってなってね、ちょっと切れそうになってたらですね、まあ、ほんまにその、イライライってしててね、ほんま切れそうになってたんですよ。で、そうこうしてたら、その担当の、僕の担当してくれてるね、その看護師さんが駆けつけてくれて、まあ、その後はね、スムーズにことが進みました。まあ、予約外にもかかわらずね、その血液内科はね、5分ぐらい待ってただけでね、診察室にスーッと通してくれたんです。で、先生に症状を伝えて、で、まあ、痛い痛い痛いって言いながらですね、ズボンを脱いで、水ぶくれ見せたらね、ああ、出てるね、痛い、めっちゃ痛い。って言われて、はい、めっちゃ痛いですって言ったんですよ。ほな、先生がね、その帯状疱疹がその皮膚に出て、まあ、治療で綺麗に消えたとしても、その神経痛痛いのだけね、残るかもしれないんですよ。って言われて、え、こんな痛いのだけ残るんですか？そんなことありますの？って言ったら、まあね、下の先生がね、その帯状疱疹が出た人の中にはね、残ってしまう人もいてるんですと。もう最悪やん。めっちゃ嫌やん。まあこれはね、その皮膚科で見てもらいましょう。院内紹介状書きますので、もうちょっと待っててね。で、皮膚科の先生に見てもらって、ひょっとしたら採血せなあかんかもしれないからね、ちょっとその時また戻ってきてね。って言われて、僕はもう痛い足を引きずりながらですね、腰に手を当てながらですね、皮膚科に向かったんですよ。もうでもね、心の中ではね、もうふざけんなよと。こんな痛いのが一生続くってめっちゃ嫌やん。もう信じられへん。たまらんやんって。ね、尋問のようにね、心で唱えながらね、歩いてたんですわ。で、ほんでね、その皮膚科の前でね、まあ、どうせめっちゃ待つやろうからね、その、まあ、昨日の動画の編集をしながらね、待ってたんですよ。まあ、ほんなら40分くらいかからんぐらい呼ばれて、で、皮膚科の先生にね、その足の水ぶくれを見せたらね、まあ、あの女言われましたわ。ああ、これは、ほんまですね、出てますね。これはヘルペスですね。帯状疱疹ですか？って、そうそう、帯状疱疹のウイルスって、
みんな体の中にも誰でも持ってるんです。ほんでね、まあ、あることが原因でとか、まあ、いろんな原因でその免疫力がなくなってきてっていうその、ね、一連の説明をね、まあ、僕が最初にした説明通りの話を聞かされて、僕もね知らんかったふりしてね、へーってね驚きながらね聞いてあげました。ほんでね、その水ぶくれのね中のその体液っていうのをね、その検査するって言って、その皮膚科の先生がね、僕のね水ぶくれをね綿棒でね潰しよったんですわ。なかなか潰れへんなーって言いながらね、30秒間ぐらいグリ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 とされて、地味に痛いのをね我慢させられましたよ。ほんでその顕微鏡か何回見せてるんですかね、見るんですかね、調べるんでしょうね。プリパラートの上に乗せてね、その後に看護師さんがね、その僕の潰れた、ね、その足のね水ぶくれにはですね、そのカップのアイスクリーム食べる時の木の板みたいな棒あるじゃないですか、あんなやつでねこう塗られてね、大きめのガーゼをこうペタッて貼られて、まあ、包帯を巻かれましたね。でもその締め付け具合がちょうどよかったのか、その神経痛がねちょっとマシになったんですよね、その時にね、まあ、一瞬だけだったんですけどね。でもほんでその次はね採血をしてくれとね言われたんですけども、まあ、その時にね皮膚科の先生がこんな怖いことを言ってきたんですよ。帯状疱疹をね早く治す方法としてはね、無理をしないこと、休んでもらうことです。はい、それをどこで無理をしないか休んでもらうかなんですけども、まあ家か病院か、いや家で、まあ、それらの評価を含めてこれから採血に行ってもらいます。あまり変な数字が出てきたら嫌やからね。はい、わかりました。でそんな感じでビビらされてからね、そのままね採血室に、ね、移動してね、結果が出るのがね、また1時間ぐらいかかるので、まあ、それぐらい待ちました。もうその間もずっと痛いんですよ、ほんまにね。まあ今も痛いんですけど、全然薬が効きません、ほんまに。薬一応もらってるんですよ。今回はねその皮膚科のね帯状疱疹の検査なので、なんか肝臓にも関係してるからって言って、肝臓のねあれを調べるだけなので、まあ、採血はねこう2本だけやったんですよ。 2回だけね、あの試験管みたいなのね刺されただけだったんです。まあ、それやのにね1時間ぐらいかかるんですよね。まあルールがあるんやろうから、まあ何も言えないですけども。でほんでまあその結果的にはね、もう皆さんお察しの通りなんですけども、帯状疱疹ウイルス陽性でした。帯状疱疹です。まあそしてね、でもね入院はね免れました。まあ、今回の皮膚科でねその見る他の数値もね正常だったようで、まあ良かったです。でもたくさんね薬もらいました。4種類ぐらいもらったかな。そう、4種類のね薬もらったんですけども、そのうちね抗ウイルス剤、そのね、なんていうんですか、帯状疱疹ウイルスを抑えるウイルスの薬はねただ1種類で、あとの3つは痛み止めなんですよ。こう鎮痛剤に関してはね、その薬が効くかどうかはその分からないみたいで、もし効かなかったらその別の薬を出してもらって、それでも効かなかったら麻酔って言われました。ブラック注射ってやつですか。そんなのねしてもらうのはあかんみたいですよ。だいたいその帯状疱疹のねその症状を治ってきたら痛みも引いてくるとね、皮膚科の先生はね言ってくれてたので、それをね期待しておきましょう。まあ、そんな感じでした。いやでもねちゃんと電話して病院行ってきてよかったですわ、ほんまに。まあ、帰ってきてねすぐそのもらった薬を飲んでたんですけどね、まだまだ痛いですけどね、まだ今でもほんまに痛いです。ちなみにねその神経痛を抑える薬でもらったうちの種類でね、めまいや吐き気がね出るよっていう風に言われてるやつが入ってるみたいなのでね、まあでもどうやろうなと思ってるんです。でも痛いよりマシかなと思ってます。でもまだまだ薬ってねそうなかなかね効かんもんなんでね、これひょっとしてずっと続くのって思うとゾッとしますね。まあ、でもね思うことはね、帯状疱疹のこの神経痛がこの程度で済んでよかったなとほんまに思います。まあ、白血病になってその骨髄移植をしてもらって、まあ、いろんなね体で経験しましたけども、あれに比べたらこの神経痛なんてマシです。だから昨日一昨日かちょっと我慢したんかなってね思うんですよ。ほんまあかんねんで、ほんまあかんのっすよ。我慢しちゃダメなんですよ、痛い時って。すぐ病院に行かないダメなんですよ、僕みたいなね人間っていうのはね。でもやっぱりそのあの頃の経験があるから、まあいけるんかなって、我慢できるんかなって思ってしまうんです。逆にあかんけどね。でもね、絶対あの頃の苦しみよりも今のこの座骨神経痛のような、ね、その帯状疱疹の痛みなんてね絶対乗り越えれるんで、僕はね頑張っていきますわ。あ、ちなみにね今これクッションを引いてねあぐらかいてるんですよ。
この体勢がね楽ですわ。椅子に座ってる方がねもうズキンズキンして痛いんですよ。高さ的にはなんか普通の座布団をね2枚3枚重ねにしてそのお尻だけ乗せてあぐらかいてる足はもう床に置いてる感じです。ちょっとなんか高さを出して座ってる感じです。もし座骨神経痛とかねそういうその僕のような帯状疱疹で腰に痛みが出てる人だったらね、まあ、そんな感じでねいろいろ試してみてください。でも一番は病院に行ってください。そんな感じでね診断結果は、帯状疱疹ウイルス陽性でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。